しょぼしょぼですやばすぎははは15分もできないかも15分はやれって感じですよねごめんなさい15分はやります15分くらいしかでも絶対夜もやるのであのはいすいません待っててください 花粉症です <laughs> 認めた認めたくないよね認めたらさどんどんさ症状が出そうそううん野球ねめっちゃねおもろいね明日でしょでも決勝さやばいよね 日の明よっていう感じですよ、ね、びっくりびっくりキムチ鍋いいですねはいちょっといろいろあってもう中坂もあのちょっとあれなんですけどいろいろありましてねごめんねみんなに迷惑かけて ないんだけどね <laughs> <そ>ちょっといろいろあっていかなきゃいけない場所が増えたので準備してます公演中だよね本当にごめんなさいほんとにし,しばいてください 最悪ですね公演中にショールームなんてルンンだん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 だキミちゃんのリラックマーバターのかわいいねじゃんまこんな感じでいいよね じゃあ、祝日終わるの早い。それな。もう昼だぜ、違うわ、夜だぜ。あっという間ですね。鏡置いてきた。鏡が。鏡がない。 なんかさカメラめっちゃわってるよね明るくなったよきよきあっという間に決勝戦それな f んのコリラックマもかわいいよねみんなさそのアバター持ってんのかわいい ラフラペチーノ美味しかったそう今日もリハーサルでしたけどもねとっても楽しかったですなんか間もなく春子なんだなって感じますねでも中坂春子前に一回公演あるからさそっちも楽しみですあでもクリーミーコーヒーの方が先に飲みました美味しかった ルックアイラインなんだけどどうなんだろう配信画面越しアイラインって引けてるのかなねえもうさこの新しく買ったさあれバッグヤバヤバのヤバなんだよね。 このね、メイクポーチね新しく買ったんだけどさこうね使ってたらねあのここが破れた <laughs> 破れたーんだそれもうねやばいとあれにも引けてんとなく終わったのでメイクがしゃべります <laughs> 本当にごめんなさいねこんな ザバタでさっき急に配信始めてさ化粧しててさもう最悪だよね普通の配信見たいよね私も普通の配信がしたかったでも絶対できる限り夜やりたいと思うので待っててくださいあ待って眉毛 は仕方ないかなありがとうございます全然仕方なくないです私のせいですよしいい感じでいじうんもう夜もやりたいっていうかみんなに夜って言ってるからさ、うん、好きってかもう公園,にやってる公園の時間して夜もやってることがもうダメ最悪 仕事に戻りますね。頑張ってお仕事あり、ごめんね、ぎりらで。<laughs> ありがとう、見に来てくれて。まあ、いいか、こんだけで。お仕事はないです。ええー。まつげです。<laughs> めっちゃ今日まつげ綺麗じゃね。 はい、なんか髪の毛がさ痛みすぎてさパシパシなんだよ <laughs> やばくない切れ毛みたいな <laughs> そんなんばっかです今日ランドセルの日らしいよそうなんだもあいにくで中坂にランドセル持ってないので残念 <laughs> ドアップ るまででで仕事なんで今見れてよかったですありがとうそう言っていただけて嬉しいですトリートメントが全く効いてないっていうかもうシャンプーをまあ変えたんですけど最近変えてからも髪の毛が <laughs> バシバシ <laughs> <coughs> そうなんですよ中坂ランドセル持ってなくてそうなんですよごめんね皆さん背負ってところとか見たいと思うんだけどランドセルないんですよ モモの,の弟くれるかな今日アジフライの日はアジフライ美味しいですよねアジフライ最近食べてないなアジフライには皆さんソースをかけますか醤油をかけますかはたまたマヨネーズですか ソースかなあタルタルソースねわタルタルソースいいな何もかけないあ素材の味を楽しみたいタイプですねわタルタルいいな今日あのー、差し入れみたいな感じでパンもいただいたんですけど惣菜パンとか菓子パンみたいにいだいたんですけど中坂は。 問答無用でタルタルソースかかってたからさなんかパンタルタルソースパンみたいな、まあ、そんなわけないんだけどなんか入ってたのだねそれ食べましたあこれ、うん、こちら中坂の新作リップですみんなに見せたかった新しいリップめっちゃ可愛くない色味うんちょっと赤くてもいいんですけど個人的には <laughs> これです。可 <laughs> 愛くないですか。うん、オレンジ寄りの。赤寄りのオレンジって言ったらいいんですか。<laughs> 赤寄りのオレンジです。可愛くない。 脂物食べた脂物食べてないけどさ練習したからさレッスンだったからさ普通に顔テッカテカなんだよねなんて色だろう G26V01 あ違うカラー6番ロ六番ですコーラルって書いてあるそう中坂はオレンジ系がね似合いますよく <laughs> オレンジ赤系オレンジピンクよりよもうオレンジ赤系の方が合うんですよ <laughs> まず調べてみてくださいジューシーパンティントのコーラル06番ですあマジでねイエベ春あイエベ春ですこれイエベ春カラーですあのアイシャドウはイエベ春秋寄りの春かな <laughs> はい、26日みかんむき,きにいっていきますわ楽しんできてくださいそうこれはなんかトゥルンって感じでんずっとトゥルンってしてるからめっちゃおすすめです色持ちはどうでしょうかティントっていうのは色持ちのいいリップのことですティッシュオフしてこんだけしかもツヤ感も残ってるから めっちゃ優秀。ダンほらーすごくない <laughs> すごくないですこれが恐るべきティントの力です。<laughs> そうプルプルでしょ。<laughs> あのぜひ彼女とかにあげる際に参考にしてください。 娘とかね高校生とかならこのブランドはよく <laughs> そうティントっていうのがその色持ちですがいいですねなんかさかもティントしか使わないです最近色持ち良いしなんかそんなパッキリとも色づがつかないのでおすすめですそろそろ前髪の調子は良くなってきたかなと思います まだだったもうちょっと止めときますこんばんは夜もやりたいと思ってるんですけどできるかはちょっとまだ未定ですね久しぶりにこのアイシャドウを使っちゃおうとアイシャドウのこの色を涙袋塗ると。 じゃーんぷっくりしますじゃーんぷっくりしますフアクオラルゼロロそれですそれですプル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 フフですか涙袋も 今日なんかさ自動生成されてる車 <laughs> がすごいわねほんとににょむにょむにょっとしてね化粧品は何で情報を得てるのインスタとか YouTube とか TikTok とかあとはお店行ってなんかいいなーって思ったのを買ってますリップとかはもう巡り合わせですねこの こののメーカーカリップは中坂前も使ってたんですよ確かあ,あっちかなお使ってたんですけどなくなっちゃったのでこの色にしたらめっちゃ合いました寝れてますめっちゃ寝てるんだけどね今日も8時に起きれなかったし <laughs> 分かんないそれなんて言うのその英,英語じゃない感じで明日は絶対8時に起きて練習練習じゃない応援したい おいしいあこれですかでも普通のリップよりおいしいですサンゴ礁あサンゴ礁のサンゴね明日も夜できる明日は絶対に夜やります絶対に夜やります一回 <laughs> 見れなかったのねそう見れなかったんだけどあのー、<laughs> 見れなかったんだけどんだっけあでも途中から見たんですよね4回くらい5回6回 5回5回とかからかな見てあの「わーってなったんですよ。「わあ!」やられてしまってるーってなったんだけど7回の裏の吉田選手のホームランまで見ました。<laughs> そう吉田選手のスリーランホームランスリーランホームランまで見て同点追いついたよっしゃーってなって。 レッスンみたいな感じだったからあれだったけどそう。でその後あのリハーサル中もみんなっていうか泉さんと結実さんがずっとそわされててどうなったんだろうどうなったんだろうってなってちょっと落ち着いたくらいにマネージャーさんが「さよならガチしました」みたいな「え誰誰が誰が」みたいになって「村上選手です」みたいな「ふぅ!」 なってましたね <laughs> はいすごかったですでも泉さんと優さんはもう歓喜歓喜ですごいあれでしたけど中坂もあの見てたんですけど見てたっていうか見返しながらねあれしてたんですけど <laughs> 帰ってたんですけどあのめっちゃねすごかったです、ね、やっぱ大谷選手からのあの近藤選手近藤選手じゃないか 吉田,選手か吉田選手からの村上選手の,この流れ完璧でしたねあとは周ト選手足はんやーってなりました一塁からホームまで戻ってきてるので足はんやーってなりました <laughs> すごかったです仕事の休憩中に9回の裏だけ見れたら僕すごくないですかマジすごいと思います ヌートバー選手は大谷がすごかっったたと言ってたすごい。マチマチ,マチ,マチそう、え、そう、マジ大谷選手に追いつきそうだ大谷選手は、あのー、ちょっとあ入ったかなっていうかその、キャッチしてる可能性もあったじゃないですか、あのこうフライっていうか、こういうボールだったから。ね、もうど,ど真ん中らへんだったから、こっちキャッチしたかなみたいな感じの、こっちらをちょっと伺いながらの。 あれあの走り方だったんですけど周東選手はもう,もう何振りかまわずみたいな感じピューンって言ってたからおっ速いってなりましたもう本当にすごかったですねそうすごかったですな追い越しちゃダメなんだ <laughs> それそうだよね ヘルメットあれですよね村上選手ですね二塁くらいまで走ってちょっと村上選手が二塁くらい走ったくらいにもうホームインしてたのでフォンフォンってなってました本当にすごかったですいや本当にマジで熱い試合でしたねすごかった明日も楽しみですね決勝に進むのは二千九年ぶりらしくて ってなりました。五十メートル五秒七は日本記録並みらしいよ。すご。<laughs> すごメキシコの選手はあの左のさ。奥。<laughs> 左右感、なんていうの。なんていうんだっけ。ファースト、セカンド、サード、あ、ライト、レフト、レフト、レフトの選手が。あの、マジですごかった。 <laughs> なんかさどこまででもボール取ってしまうんじゃないかだからあのー、こう村上選手が真ん中らへんだったけどあれがちょ,ちょっと左だったらもうわからないですからねもう本当にすごいんですよもう絶対ホームランだったーみたいなボールをキャッチで取っちゃうんですよフよーみたいな <laughs> 本当にすごかったんですよ高校野球見れてないんですけどあのー、この前ね東邦高校あ愛知県なんで東邦高校応援してるんですけど東邦高校あのー あの1回戦突破かなわかんない進出してておーおーってなりましたね <laughs> そうマジですごかった腕組 <laughs> 仁王立ちですよね <laughs> 岡本選手がめっちゃやばいと思っててめっちゃホームラン打ってませんうんーかわいい。 えそうそうメキシコの選手さ試合中にさサイン会始めちゃうからかわいすぎるやろって思いました <laughs> すごいんですよなんかこうピッチャー交代とかの時間を使って「いよいよ」みたいな写真「えい」とかやって撮ってるんですよもうすごいなって思いましたそう。 サービス精神旺盛フフそうまじでいいななりました中ちゃんが公演中にサイン会するのかあそうですそうです <laughs> 確かに明日ピッチャーは誰だろう今日は佐々木朗希選手が先発でしたね明日は村上がホームランを打つ気がしてますいや村上選手ね今日ブオーンと ブオンと言ったのでバーンと言ってほしいですね。<ー>あ今永選手なんだ。おおいいですねいいですね。ああ D N A の選手ですよね。確か。<laughs> 楽しみだね明日も。<laughs> もう三十分なんだやばいね。十五分まだ立たない。もしかして立ってる？ ごめんなさいあの明日も明日じゃない今日の夜もできたらやりますということでおきいさんねイいんぼうがろうさんさくらもちハムスターさんねイいんぼうがろうさんさくらもちさくらもちさんぽっぽさんかわいいかとちゃんぺさんさくらの花びらママさん花びらえー、ベイビーさん似合うママさん花びらかわいい結婚してフフいちゃんさんたらのオープンがろうさんさくらもちさくらもちさくらもちおかっぱさんねイいんぼうげんかさぎさんかわいい結婚して。<laughs> バ、えー、レンタイン中坂さん、ハートメイシキュンさん、桜桜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 、サンポップさん、桜餅、岡部さん、インバありがとうございます。そこにもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。夜ご飯は、スパゲッティとかどうですか <laughs> ということで、あ、野球ボールもいっぱいありがとうございます。野球さん、野球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 ボール。 ハタゴンさんたらのむ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 たらの音波ありがとうございます。今日中身73位はクロミちゃんのアバターのフンさんです。ありがとうございます。イエーイ。では20位から読みたいと思います。いきます。せーの。無意識の色さーん。 モモタンコリラックマさん、ウニズさん、一五さん、お花さん、ドラゴンさん、アイスクリームのアイリンさん、ありがとうございます。寂しいなだってどうしたんだい？<laughs> <laughs> 13位から4位まで読みますいきますせーのオレンジのクマさんガロンさんハタゴンさんコリラクマのふいちゃんから順位が変わったよふふーモフモフさん野球さんおかっぱさんハムスターさんハタゴンさんカトちゃんペイさんウキーさん無意識の色さんサンポッポーさんあ違うなワンワンさんもう一回ワンワンフフ <laughs> フモフさん野球さんおかっぱさんハムスターさんハタゴンさんカトちゃんペイさんウキーさんワンワン

<laughs> せーのベイビーベイビーベイビーバブーありがとうございますということでえー、20位からちょっと変わってるのでもう一回読みますねいきますせーのいちごさんお花さんアイスクリームアイリンさんオレンジのくまさんガロンさんふーちゃんさんドラゴンさんありがとうございます ということで1852人の皆さん配信見てくださってありがとうございましたコメントしてくださった方星上ギフトを投げてくださった方もありがとうございましたもしよかったらメールブログのチェック大富豪とショールームのフォローツイッターとインスタグラムのフォローメブロのチェックよろしくお願いしますそれでは本当にバタバタした配信になってしまって申し訳ないんですけど終わりたいと思います夜もできたらやるのでその時はまた遊びに来てね せーのまいちゃんじゃんけんぽん集めてほ、はい今日の合言葉は赤ちゃんバイバーイ <laughs> バイバーイバイ